ストグラとは、仮想都市ロスサントスの住民として住民になりきり第二の人生を歩むストリーマーサーバーです。街で会う全ての人がストリーマーです。住民たちはいろんな職業について毎日生活をしている。今回飯田健次は訳あって日本からロスサントスに引っ越し、とある人を探している。来た。はじめまして、飯田健次です。25歳です。これ初心者マークがついてるけど、まあなんとかなるだろう。視界がガクついては見えるけど、なんでガクガクしてる。これが普通ですか、このちょっとカクつく感じ。まずはドアの開け方すら忘れて来てしまいました。ドアの開け方がマジでは忘れてる。監禁されてるよ。ドアを開ける、オルトね。そういうのはマジで最初助けてほしい。オルトでドア見ちょっと待って、さすがに話が違う。出れねえぞ。部屋から出れねえやつ来たけど大丈夫か。出してくれよ、この部屋から。よし、ね、普通にクソ漁ってるよ俺今。これ抑えられてるよ俺向こうで。誰か意地悪してんのか俺に。あったあった待って、おい右クリアンけ。熱い、始まった。改めまして皆さん、飯田健次です。まずは免許を取りに行かないといけないんで、人を探して聞きましょう。あの人、人か？こんな一定のリズムで歩いてることある？これは、あれですよね。人だけど人じゃないってやつですよね。いわゆる。あ、すいません。いいけど。はじめまして。初めまして。先ほどこの町に来たんですけど。はい、こんにちは。こんにちは、飯田と申します。飯田さん、どうも、橋野沙羅です。よろしくお願いします。お願いします。どうも、ネケニマスです。ネケニマスさん、やってください。化け物って呼んであげてください。間違えた。あれあれ、すいません、すいませんでした。気をつけてください。最初にちょっと車の免許を取りに行きたいんですけど。あ、はいはい。どこに行けばよろしいでしょうか。いるかな今。適任かな。いないで誰も。すごいね、まず車の免許だって。すごいね、社会性がありそう。えらい。やっと最初の部屋から出てきたんで。はい。20分かけて出てきました。20分かけて出てきた。なんかドアが開かなくて、多分誰か前で押さえてたのかなと思ったんですけど。初心者さんいたから。えね、3人でラーメン屋行かない？ラーメン超オープンしたんだって。めっちゃ行きたい。え、かっこよ。これ乗っていいんですか？ Y の筋肉を押せます。 Y の筋肉、 Y の筋肉を押します。ねね、あ、これ待って、これ2人乗り。あ、僕走ってきますよ、ラーメン屋。体育会系。ちょうどお腹空かせるのにちょうどいいかなと思って。本当だ。ラーメン屋どこら辺なんですか？ラーメン屋ね、左上の方。町の左上ですね。へぇー、走ったらちょっと遠かったっすね。麺が伸びちゃう。だいぶ日暮れちゃうよ。この車、あんまり運転してないから。え、車何台持ってるんですか？何台だろう、割と10台ぐらいあんのかな。へぇー、うおまあ、こんな運転でも免許取れるんで安心。ああ、なるほど。あ、一応免許持ってるんですね、これ。もう当たり前だろ、無免許持ってるわけないだろ。免許持ってないと思ってました、俺。あ、だ、持ってるんだ。持ってるわ。よし。よかった。着いたぞ。お、ありがとうございます。ここがラーメン屋。家系総本山、焦げ村家、焦げ村屋。めっちゃうまそう。メニューあります。高ない、ここのラーメン。めっちゃうまそうじゃん。めっちゃうまそう。あ、味玉ラーメンにしようかな。知らない、なんかね、おしゃれな料理。ニカピーが食べたいってさ。あとパスタ。パスタ食べたい。パスタ。エスタが追い出してる、このバカ。どういう関係？うちのニカピーが。外でやれ、本当に。やめやっぱ。やばいやばいやばいことになってる。カメラカメラカメラ。え、怖い怖い。
れで多分ルールがあるんで、そういうのがいるんだよ店の。これここ聞こえてるよな。おごってもらうかラーメン。いやちょっとこれ特製ラーメン食べたいんですけど、僕どうした、特製ラーメン食べたいんですよ。特製ラーメン、はい、いいよいいよいいよ。ですけど5万か、全財産の半分が飛んじゃいます。じゃあ僕はチャーシューラーメン10ください。 OK です。じゃあネキスさんからいきますね。じゃあこちらどうぞ。10、意外と高いな。あ、どれがいい？特製ラーメン？特製ラーメン食べたいです。おごってあげるよ。マジっすか、助かります。マジマジ、いいよ。僕の所持金が半分飛ぶとこでした、ラーメンで。まあ、サラさんのあたりのケンツさんどうぞ。あー、じゃあ僕特製ラーメンで。あー違う、私がさ買ってあげるからさ、まとめて買うから。あ、ありがとうございます。本当に呼ばれてギクッとしちゃいましたよ、僕払うのかなって。特製ラーメン300個ぐらい。オッケー。特製ラーメン300個。麺の硬さ濃いめ、味の濃さ濃いめ、硬さ硬め濃いめ、油多めのラーメン、特製ラーメンを300個で。300個。待てよ。300個。300ですか。150万ぐらい奢ってもらっちゃったな。しばらくは。いやもう本当に。ラーメンの注文いいか。300杯か。150万って全財産より多いな。すマジで。いやいくら。ちょっとメニュー見えなくて。あ、メニュー見れなかった。ここにあのメニュー表あるんでね。ちょっと見るか。ちょっと待ってな。これどうやって立つんだよ。どうやって立つんだこれ。いやありがとうございます。立てなくなっちゃった。いやマジでありがとうございます。立てない、これ足がしびれて立てなくなっちゃった。俺決まったぞ。何ですか注文。立てなくなっちゃったから、助けを求めるかこれ。立てなくなっちゃったから電話かけて助けてもらおう。足がしびれちゃった。ねえねえ、こっちおいで。ちょっとなんか足がしびれて立てなくなっちゃって。X の筋肉押してみ、うん、X の筋肉、ああ X の筋肉、あ、立てました、よかったです。今、ネケニマスさんに電話で足がしびれたってかけようとしました。一瞬で呼び捨てや。一回ちょっと俺の声がどこまで届いてるのかわかんねえな、俺。多分さっき、あれだよな、俺の声が狭すぎて呼び捨てしたと勘違いされちゃったよ。大丈夫か。すいません、ちょっとなんか僕の声がどこまで聞こえてるのか分かんなくて。実験する？実験したいです。いいよ、声の範囲調整して喋ったりするんだけど。お、戻ってきた。私レギオンに帰らないといけなくなったんだけど、乗ってくか。乗ってく。乗ります。ちょっとまた3人乗りしてもいいですか、これ。いいですよ、 Y でこれ。ありがとうございます。筋肉くせえなこの車。もう油でちょっと胃もたれしてます僕も。そりゃラーメン300個も買ったらそうなるよ。今だってカバンの中にラーメン300個入ってるんでしょ。はい、免許ないけどラーメンだけあります。とんでもねえよ。いやでもいいラーメン屋だったな。ね、おもろかったね。うん、場所もいいしな。なんか僕喉乾いてきたんですけど。あ、飲み物あげよう。あ、水がちょうど持ってました。お水系あげよう。ラムネあげるよ。いいんですか。うん、いいよ。何から何までありがとうございます、本当に。いいんだよ。じゃあ、私は行ってくるよ。おー、気をつけてな。はい、や、行くの。どうしよう。ケンチさん、ついてくる？なんか人送るみたいな話になって。あ、いいですか。いいよ、ついてきて。今から、はい、この変な人を送るから。ちょっと、変態と言うな。ちょっとごめんね。これ